したいと思ってます。約2年ほど前から付き合ってる彼女がいるんです。ヒロトのプロポーズ大作戦。親にも言ってないんで、また自分の自分の親に、俺らが初プロポーズしよう。まず行きます、親のところへ。オッケー、行きますか。はい、レッツゴー。はい、ということであと5分ほどで10回つきます。うわ、ドキドキですね。ついに、ついに。今のヒロトの心境はどうなの？心境、なんて言われるんだろうっていうのが一番ビビってきた。ビビってきた。しかも、ヒロトの家に潜入するカメラマンがハン君っていうので、ハン君まで緊張してるからね。あ、そうなの、緊張します。緊張するだろ、それ。心拍数は BPM135。 結構高い、結構高い。言うことは決まってんの？言うことっていうか、まあ会ったことあるから、彼女とね、この彼女にプロポーズしますと。マジで分かんない。あ、いいじゃんって言ってくれるのか。いやでも喜んでくれたらいいね。いや、そうだね、喜んでくれたらいい。ただね、僕結構迷惑かけてきましたから、親に。それこそ石川に来るときなんか初めて多分言うんですけど、親と喧嘩して家でも同然で出てきたんですよ、 YouTube やるたびに。昔はだから何してんのみたいな、早くしっかり就職とかしなさいみたいな感じだったんだけど、登録者上がっていくというか、活躍を見てだんだんと応援してくれるようになって、今ではもうなんか自分ってサブちゃんまで見てますから。今となってはまあ両親もね、一番応援してくれる人の一人だった。いやいや、もうすぐだよ。実家にもうすぐ着いちゃいます。到着。うわー、で頼んだね。任せろ、行ってこい。行ってきます。え、俺マジで何も喋らんから、うん、嘘でしょって思われても、これ本当にガチだからお前が言えよ。いや確かに、そう思われちゃうかもしれない。腰が弱いのよいつも。あ、確かに確かに、任せてください。じゃあ行きますか。じゃあ頑張って。オッケー。それじゃあちょっとどうなるか分かりませんが、とりあえず待ってくれてるんで、うん、行きます。はい、ただいまー。お邪魔しまーす。いや、お待たせしました。はい、ちょっと今日は、はい、2人にある報告をしに来ました。何でしょう。いきなりですが、大丈夫ですか？なんか怖いけど今僕、同棲してるじゃないですか、彼女と。はい、はい、今度彼女にプロポーズしようかなと思ってます。ちょっとまだ早いやな。え、早い、早いか。いやでも早いでしょ、まだ。マジです、マジです。プロポーズまだでも早いでしょ。何そのプロポーズって。まだしてない。結婚とかちゃんとするまでのこう準備ができてないでしょ。そう、あると思うけど、まずそのプロポーズをしようかなと思ってます。気持ちは、自分の気持ちは、まあ真面目な気持ちはちゃんと言った方がいいと思うね。パパは？その勢いとかそういうのも大事かもしれないけど、考えることはあるからね。まあそうですね、そこら辺がしっかりできるならいいと思うんだけど、大きいな。本来なら喜ぶべきことなんだけど、考えることは多々あるな。まあ一回でも会ったことある、あの彼女。一回しかね、会ったことないけどね。はい、そうですね。いい子なんじゃないかなと思ってし、っていう感じです。報告開けました。はい、大丈夫。頑張ってください。はい、あ、ありがとうございます。まあどうなるか分かりませんが、まだ彼女にも何にも伝えてないんで。断られちゃうかもしれないしね。そう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 。断られたら断られたで面白いけどね。おーおー、やめて。本来は、お祝いすべきことなんだろうけどね、うん、気持ちよく。ただまあね、職業柄、うんね、今までやってきたこと柄、ちょっと不安要素はあるよ ね、うん、ね、こっちばかりじゃないからね。そうです、彼女の気持ちもあるし、向こうのね、親御さんのこともあるから、それをしっかり考えた上での行動をしていってもらわないと、実際ね、責任は出てくるっていうことで、うん、1人なら何やったってある程度まあね、うん、いいけど、それが2人になればそんだけの責任は出てくるよね、うんうん、それを十分考えて行動していかないと。あとはまあ一生懸命やって対ね、行動で示していかないと長続きするのは大変だから、まあとりあえず考えは分かりました。はい、頑張ってきます。頑張ってください。ありがとうございます。はい、これはじゃあ応援はしてくれるってことですか？はい、うん、ちょっと微妙な返事だけどね。まあずっと応援してるし、うん、一生懸命やってくれればいいよ。まあ、そこはヒロとも約束しないといけないところだから。そうそう、頑張ります。今まで以上。
はい、よろしくお願いします。わかんないけどね。いやもう振られて実家に泣いて帰ってくるかもしれない。以上です。なんか硬えな。いやもう緊張しました。いやだってヒロトがなんかさっきオープニング撮ってる時からガチ手震えてんの。それは緊張するよ。いつもこうふざけた感じとも違うじゃん。親に報告するよりその前にその彼女の弟のね、ね、こともあるからね。まあ親には報告してのはもらうのはあれだろうけど、これから先の方が大変なような気がする。そうだね。あそこはね、頑張るしかないから、ね、そうだね。というわけでありがとうございました。ありがとうございました、はい、というご報告でした。はい、はいはい、ということで両親に報告してきました。はい、結果はハン君しか知らんってことやんな。そうっすね。緊張するんだけど。いや、まあ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 結果的には応援してくれました。おー、よかったよ。結果的にはってこと。まあだからやっぱりその心配してる部分はかなりあったけど、うん、最終的には、まあ、まあ頑張ることが一番っていう、お父さんもお母さんも、うん、責任感を持って行動しろってことヒロトに言ってて、なんかドラマみたいなことになってたよ。マジでガチで俺さ心臓バクバクでした。へえ。最初とかは結構なんでみたいな、早くないみたいな感じだったんだけど、うん、頑張ってくれと。よかったね。第一関門クリア。第一関門クリアです。ああ、よかった。まあでももう一回なプロポーズ成功したら彼女のところは話し、うん、彼女の親のとこにも行かない。そうだね、それはね。まあでもとりあえずリアルな親の反応と僕の緊張が見れたと思います。リアルやった。気になる。マジでヒロト顔は歪んでる。嘘。大反対とか最初からされないけど、最初がなんか心配でしょ。そうそう、心配。大丈夫。まあそうだろうね。大丈夫なのみたいな。職業柄で。そう、あ、本当にそれ、そう、職業柄さ、安定はしてないから、そう、普通のね、仕事とは違うからそういう不安はあるよねみたいな。大丈夫でした。ありがとうございます。まず第一関門。まずは第一関門クリアです。ということで両親への挨拶が終わったということで、うん、次は明日なんと指輪を見に行きたいと思います。うわー早いね、この動画。結婚指輪ってやつ。婚約指輪。婚約指輪ですね。彼女にしか渡さなくていいやつよね。そう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 。まあ実はこっそりマネージャーさんと連絡を取って、はい、そういう撮影 OK なブライダルリング専門店って言うんですか、うん、場所を抑えましたので。おぉ、話がでかくなってきたぞ。まあ、ということでね、はい、とりあえず今日はそのまま帰って明日の指輪に備えましょう。はーい。寝ますか。寝ましょう。はい、解散。解散です。はい、というわけで、はい、次の日になりまして銀座のブライダルリング専門店っていうんですか、やってまいりました。おー、第2部。どうすんねやろ。お母さんとお父さんに報告してからすぐこれ、はい、緊張ばっかやな。緊張ばっかだよ。そうね、俺らも人生になったらこのとこ見たことないもん。いや、ないない。まあ、さすが入っていきますか。はい、行きましょうか。それじゃあ入っていきます。はい、はい、お願いします。はい、すいません。はい、ということでブライダルリングやってまいりました。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。どれがいいんだろうね。いや、もう何もわかんない。そう、何もわからないもので、当店が結婚指輪、婚約指輪専門のセレクトショップになってまして、はい、いろんなブランドをまとめてご覧いただける、はい、なるほど。今日お探しなのは、はい、プロポーズする婚約指輪なのか、ペアでつける結婚指輪なのか、どちらですか。婚約指輪です。あ、おめでとうございます。あ、すみません。いや、自信持ちすぎやん。いや、別に自信なくないでしょ。まあ、緊張しすぎやね。で、プロポーズっていう形なので、はい、まあ、ご予算に合わせていろいろご提案できますので、はい、イメージとしてはどんな感じとかありますか。まあでもなんか俺はヒロとなんか今まで生きた感じさ、あんま背伸びしないタイプやんか。そうっすね、僕あんまり背伸びしないタイプなんで。それやったらなんかシンプルめのとかさ。ああ、いいじゃん。俺は個人的にシンプルめが好きやから。婚約指輪はシンプルめが多いんですか。はい、やっぱり真ん中にダイヤモンドが入ってるものとかも多いので。ダイヤモンド。はい、例えばこのような形で。おお、ダイヤが光っとる。うわ、そうだ。新セラ。ダイヤの大きさによって値段が若干違うみたいな。こちらだと 0.25 カラットという真ん中のダイヤモンドの大きさで。これもダイヤがついてるの。これは結婚指輪です、ね。あ、これ結婚指輪。だから、まあ、違うんですね。ペアでつける。はいはい、はい、だからまあやっぱ婚約の方が高くした方がいいんですか。そうですね、大体婚約指輪の方が彼から彼女をプレゼントするっていうことなので、はいはいはい、なるほど。結婚指輪は2人でペア、好きなものを一緒にでペア。へえ。結婚式とかで指輪交換するとかは結婚指輪。まあでもいろんなのあるから見てみたら一回。そうですね。大きく分けるとこのようにプラチナといって白い素材のものですね。プラチナ。はい。またこういうゴールド。ああ。
可愛いゴールド。可愛いですよね。これ横も小さいダイヤモンド、メレダイヤモンドというのがセッティングされてます。もしよかったら触ってみてください。怖いんですけど。大丈夫ですよ、ね。はめない。あ、でもあのはめたらちょっと女性様にイメージが分かる。俺ゆず細いが俺にやってみる。あ、じゃあいいかもしれない。つけてあげてよ。なんで俺この絵になるんだ。あ、入らんわ。え、俺の方が多分細いと思うね。お前無理やん。いやいや、お前だってこれゴリラやん。入れてみてよ。ゴクやん。可愛い。あ、これは。かわいい。一番かわいくないやつ。ちなみに、はい、女性様のサイズとかご存知ですか？サイズはわかんないんですけど、はい、サイズがこのようにわからない方もいらっしゃるので、はい、後から調整もできるので、はい、おー、すごい。イエーイ、素晴らしい。はい、ということでいろいろこう見させていただいたんですけども、はい、とりあえず3つにしておりました。ちょっとお席で。あ、じゃあ席で見せてくれるさ。いいね。来た、決まっちゃったんだ。あー、こっちだな俺。あ、そう、これにしますか。ファイナルアンサー、本当にいいのね、それで。ファイナルアンサーでいいの。うん、わかりました。というわけで、お支払いします。はい、お決めてんな。はい、すいません、お願いします。ありがとうございます。あ、すごいな。完了しました。おめでとうございます。ありがとうございます。僕が購入した指輪がこちらでございます。はい、パカ。うわー、すげえ、マジ輝いてるやん。終わりました、購入。すごい、かっけー。緊張しました。というわけで本日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、というわけで、はい、指輪購入してまいりました。はい、幸せですね。いやどうだかまだ分かんないですけどね。まあでもお気に入りの指輪が見つかったわけでしょ。うん、あんだけ悩んで決めたからね。うん、そう、あの、あなたの彼女に似合う指輪が、はい、似合うと思います、きっと。 OK してくれれば。確かに。そうなんだよ。でも、いや、まだ分かんないんだよ。でも、ネガティブになってはダメ。いや、なってないけどね。まだ分かんないとか言うのやめよう。だってもう好きで、お互い好きで愛し合ってるんだから。まあまあまあ、やっぱ OK を前提にプロポーズしないと。まあまあ、そう。マイナスマイナスに行ってしまっては、どんどんネガティブな方に行ってしまう。誰？そうなった場合ね。そうなってないけど。そうなった場合、お前も傷つくし、向こうも傷つくわけよ。まあまあまあ。じゃあ、ポジティブやな。そうだね。だろ？いけ。というわけでですね、はい、今後の動きとしては、はい、指輪ができ次第、日程を決めて、彼女にプロポーズするということで。なるほど。みんなは、動画的には明日見れるけど、俺ら的には俺らは1週間、2週間待ったら。そう、ね、ちょっと時間空きや。散らされてるわ。ちなみにどこでプロポーズするかと決まってんの？ちょ、自分の中で決めてるけど、まだ、ミッフィーで。いやー、ミッフィーね。ピーゴコ、ピーゴコ。いやー、でも楽しみですね。楽しみや。果たして、振られるのか。振られるのかを、絶対。先に出すね。ちょっと楽しみにしてるお前らがいいんだ。俺分かってるから。というわけでね、はい、指輪が来て日程が決まり次第いざプロポーズということで、はい、明日の動画はプロポーズ編になります。はい、一番皆さんが見たいところじゃないですかね。フラレロフラレロ。というわけで成功するか失敗するか分かりませんが、はい、指輪も買ったし、あとはもう言うだけなので、皆さんも明日の動画をお楽しみにしてください。グッドボタンが応援になります。あります。ということで、また明日のプロポーズ編でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。プロポーズ結婚日です。いや、素晴らしい。よし、行ってこい。ほんとにね、やば、デスコ、デスコやば。デスコ、ちょっと僕、手紙を書いてきました。結婚してください。